全国大会2017決勝イベントにお越しいただき誠にありがとうございます。私本日司会を務めます NPO 法人 .jp スタッフの下田直と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。まず本日皆様にお配りいたしました資料の確認をさせていただきます。イベントパンフレット、投票用紙、日本政策学校11期募集資料、ぶんなび2019、以上4点となります。団長や落長等ございましたらお近くのスタッフまでお声掛けください。ここで1点資料の訂正をさせていただきます。イベントパンフレットをご覧ください。本日ご出席予定でした宮川典子様ですが、急な政務により本日は自由民主党衆議院議員鈴木隼子様にお越しいただきます。こちら資料を差し替えさせていただいております。続きまして本日の流れをご説明させていただきます。代表挨拶の後、ゲストの皆様のご紹介、プラン発表、意見交換会、投票、ゲスト公表、結果発表、エンディングとなります。本日のイベントの終了予定時刻は17時35分となっております。最後までお付き合いいただきますようよろしくお願いいたします。それでは NPO 法人 .jp 未来自治体全国大会2017代表の大川より開会のご挨拶をいたします。皆さん本日はお忙しいところ未来自治体全国大会2017決勝にお越しいただき誠にありがとうございます。今回のテーマは極論を言えというテーマになっております。最近地方のですね、少子高齢化もしくは人口減少なので閉塞的とも言われていますが、その現状を打破するような若者らしい大胆な極論を今日の出場者の皆さんには、期待しております。そしてですね、まだいらっしゃらないですけども、これからいらっしゃるであろう、いらっしゃるですね、社会の第一線で活躍されているゲストの方々をあっと驚かせるようなプランを期待しています。ということで、本日は何卒よろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして未来自治体全国大会2017の概要をご説明いたします。未来自治体全国大会未来自治体全国大会は2015年の第1回開催より、もし自分が首長だったらというテーマのもと、30歳以下の若者が30年後の理想の日本を描き、そのプランを10年後の予算案に落とし込む若者らしい創造的かつ現実性を備えた夢を競い合うコンテストとして3回目の開催を迎えました。今年度未来自治体全国大会2017には過去最大、また国内の選手作コンテストとして最大となる出場学生数約170名、61チームの皆様にご参加いただきました。先日の予選では全61チームのプレゼンテーションを10ブロックに分けて行い、出場学生同士の相互投票により10チームが二次予選に進出し、二次予選の結果、上位4チームの皆様が今回決勝へと駒を進めております。また当イベントは多数のご講演ご協賛をいただいております。誠にありがとうございます。ここからはルールについてご説明いたします。プレゼン時間は10分です。5分、7分、9分、10分のタイミングでタイムキーパーが時間が書かれた紙を提示します。加えて残り1分で鐘が1回、終了のタイミングで鐘が2回鳴ります。
時間になりましたら発表を終了してください。質疑応答は10分間です。1人につき質問は1つ、時間は2分となります。出場学生の回答に対しての再質問は時間内であれば可能です。出場学生の皆様、観覧者の皆様の順で指名させていただきます。ここで投票ルールについてご説明いたします。今回の決勝イベントでは中間投票、最終投票の2回を行います。中間投票では発表、質疑応答を踏まえて Google フォームより回答していただきます。 QR コードはパンフレットの表紙を開きまして左側中央にございます。最終投票では配布いたしました投票用紙を使用し、発表、質疑応答、意見交換会を踏まえて一番住みたいと思う街に投票をお願いいたします。最終投票の結果1位のチームが優勝となります。続いて決勝進出チームにご登壇いただきます。事前の抽選により決まりました発表順でご紹介いたします。それでは皆様前後の登壇をお願いいたします。それでは決勝進出されました4チームの皆さんをご紹介いたします。南九州エリア地域予選代表チーム宝島の皆さんです。よろしくお願いします。東関東エリア地域予選代表チームもりもりの皆さんです。チームブリランテの皆さんです。よろしくお願いします。関東エリア地域予選代表チーム小倉の皆さんです。よろしくお願いします。決勝進出チームの皆様、本日は素晴らしい発表を期待しております。ありがとうございました。それでは続きまして、決勝イベントにお越しいただきましたゲストの皆様がご入場されます。拍手でお出迎えください。鈴木隼人様、鈴木様は政務により
レノボジャパン株式会社代表取締役社長とどめ正信様、よろしくお願いいたします。続きましてドット JP の制作コンテストに第1回からゲスト出演していただいております毎日新聞社専門編集員与良正夫様、よろしくお願いいたします。民進党代表参議院議員蓮舫様、本日はよろしくお願いいたします。それではこれより決勝進出4チームによるプレゼンテーションを開始いたします。発表順はスライドの通りです。それではチーム宝島の皆さん、準備をお願いいたします。それではチーム宝島の発表となります。チーム宝島の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。これから宝来議員事務所チーム宝島の発表を始めます。よろしくお願いします。さて皆さん、私たちが今着ているこのハッピー、かっこいいと思いませんか。これは今日の決勝大会のために霧島市役所からお借りしてきたハッピーです。このハッピーは観光 PR 用などで作成されており、霧島市長自らこれを着て観光 PR などをされています。このハッピーには霧島市の特産品である黒酢や伝統文化の霧島クメン太鼓、そして後ろを見てもらうと霧島の情景などが描かれているものです。このプレゼンで出てくるものもたくさんあるので注目してご覧ください。それではまず霧島市について紹介していきたいと思います。鹿児島県霧島市は天孫降臨の地として有名な町です。国分市、早戸町、溝辺町、横川町、牧園町、福山町、霧島町の1市6町が合併して誕生しました。人口と面積では鹿児島県内で2番目に大きい町となっています。そんな霧島市に住んでいて、私は地域格差を感じることがありました。交通の不便さ、店が圧倒的に少ない陸の孤島と呼ばれる地域まで存在していました。そして現状の問題を整理して出てきた問題がこちらです。人口格差です。人口、市の中心部である国分市、早戸町は人口が増え、それ以外の町では人口が減る。それによって起こるのが食や産業が減るということです。この食が減ることによって産業の衰退につながっていきます。この産業の衰退が意味するのが町そのものの終わりを意味すると考えました。町の特色である産業がなくなるということは町そのものの輝きが失われると考えたからです。そこで私たちが考えた極論がこちらです。地域産業に就く人を救い、それ以外の人を切り捨てるとしました。そこで私たちが考えたのがこの霧島神セブン政策です。神セブンと聞いて思い出すのはやっぱりアイドルの AKB じゃないでしょうか。 AKB の神セブンとは総選挙の上位7名、全盛期でいう前田敦子さんや大島優子さん、そして鹿児島県出身の柏木由紀さんなど、たくさんの人が神セブンになっていますね。ですが私たちが考えたこの神セブンとは、霧島市を丸々で世界一の街にするというものです。ここで言う神とは世界一という意味です。この世界一になるために3つの柱が必要になると考えました。1つ目環境、2つ目人材、そして3つ目が金の卵です。食や
場所を整えるための環境、専門的な優れた知識を持つ人材の育成、そしてそれらを未来へつなげていくための後継者、金の卵の育成が必要だと考えました。この環境、人材、金の卵の3つを作り出す、それが霧島神セブンです。それは世界一のブランドを霧島市に7つ作り上げること。それではここでこのプロジェクトの3つの柱について説明していきたいと思います。1つ目の柱はセブンコンセプトです。これは霧島市を合併前の7つの自治体に戻し、その中で特色ある産業を生かし世界一を目指す支援を行います。では具体的に7つの産業でどのように世界一を目指すのか。それは7つの町、研究所、工場、学校などを創設し、それぞれの産業が世界に誇れるより質の高いものを研究、開発、生産できる世界一の町づくりにします。ここで2つの町について説明していきたいと思います。1つ目は福山町です。福山町は黒酢を使い世界一にします。福山町の黒酢は特定農林水産物にも認定されており、調味料だけになく健康食品としても注目を集めています。この黒酢を医薬品として新事業、新市場の開発をし進めていきたいと思っています。また国内はもちろん世界進出を行うために、世界の人々の下にあった黒酢を開発し、品種改良が行える施設やガストロノミー、美食学といった研究施設が行える施設を創設することで支援したいと思っています。次に2つ目の町は牧園町です。牧園町は和太鼓を使い世界一にします。牧園町には世界的に有名な国際音楽ホールである美山コンセールがあります。この美山コンセールは音の響きにおいて奇跡のホールと称されているところになります。そしてこの美山コンセールでは毎年霧島国際音楽祭が開催されております。そして牧園には姫面太鼓という伝統的に価値のある和太鼓があります。この2つを掛け合わせることで打楽器の生産拠点を増やします。そして注目の和太鼓をブランド化し世界一にします。そのため美山コンセールではパーカッションなどを含めた打楽器の世界大会を行い、打楽器の生産拠点とし聖地にします。和太鼓の工場建設や他の地域との伝統太鼓の交流を深め、さらなる発展にもつなげていきます。また他の5つの町に関してはプランシートの方に記載してありますので、そちらの方をご覧ください。そして2つ目の柱はセブンエキスパートです。これは将来霧島市のそれぞれの産業に必要である優れた人材を育成するための事業です。それは霧島市から県外に進学した際の学費を援助します。金額も月に10万、15万、20万とそれぞれ設定しています。奨学金がもらえる定員をそれぞれの町から10人ずつの計70人とし、志望動機や実力などの基準で考慮を行い、10万を6割の人に、15万を3割の人に、20万を1割の人にそれぞれ支給します。そして卒業後に霧島市の企業に5年間就業すると減額、10年間就業すると免除になります。つまりこの柱の目的は地域産業の活性化です。奨学金を用意し、優秀な人材が豊富に集まる町としてセブンコンセルの会員企業の誘致としても可能となります。そして3つ目の柱はセブンドリームです。これは世界での産業で就業している人が結婚、出産をし、その子を将来地域産業の後継者にすると宣言すると、月に5万円もの後継者育成金を毎月支給するというものです。これにより子育てにかかる負担を軽減させるとともに、次世代を担う後継者も生まれ安心して暮らせる町になります。もし宣言していた子供が地域産業に就業しない場合、減額付きで補助金の返済してもらいます。この柱の目的、それは産業に従事する人の生活面でのサポート、そして何より人口の増加です。人口、そしてそれぞれの産業の後継者も増える地域産業の活性化ができます。この3つの柱によって地域で働ける場所が増え、さらに専門的な知識を持つ優れた人材も育ち、そして何よりそれらを未来へつなげていくためのサポートもある、このサイクルが誕生します。そして最初に述べた極論も実現できます。
就職するまでのサポートもあり、それから就職した先の家庭を作った時のサポートまである。これらによって成り立つのがこの霧島神セブン政策です。また他の7つの、また霧島市に存在してある7つの産業をそれぞれ同じ霧島市という地域に密集させてあるので、お互い切磋琢磨しながら質の高いものを世界に進出することができます。この政策を作るために考えた予算に関してはプランシートに記載してありますので、どうぞご覧ください。これで蓬莱議員事務所チーム宝島の発表を終わります。ありがとうございました。チーム宝島の皆様、発表ありがとうございました。それではこれより質疑応答に移ります。質問のある方は挙手をお願いいたします。こちらで指名させていただきますので、お名前を述べた上でご質問をお願いいたします。まずはじめに参加者の出場者の皆様の中でご質問のある方はいらっしゃらないでしょうか。はい、それではどうぞ。ありがとうございます。7つにただ分ける財政を分けるのかと質問だったんですけど、一応霧島市というものが、まあ、7つの町から成り立っているということで、それを戻すという前の合併する前の町に戻すという感じで考えていただけるといいです。で、例で出すと東京23区のように丸々区長渋谷区だったり新宿区だったりあると思うんですけど、そういう感じで作っています。なので、所属としては霧島市にはなるんですけれども、財政だったり予算面に関しても、7つのうちそれぞれが独自で行うという形になっています。以上です。再質問ですか。はい、どうぞ。市町村の合併って全国どこでもやってると思うんですけど、やっぱり大きい問題って、まあ、財政面でちょっと難があったり、まあ、人口減少とかいろいろ、まあ、あると思うんですけど、多分財政面って結構大きいと思うんですけど、ですから分けたらまたその問題が再発しちゃうんじゃないかなっていう疑問があったんですけど、どう考えでしょうか。はい、ありがとうございます。そうですね、そういう問題もあると思うんですけども、まず最初に霧島市が合併した際にそれぞれ7つの町で独自に予算を組んでいたんですけども、そこの中でもやっぱり中心部の方、国分市と早戸町が中心部になるんですけども、そこの町に合併した際もやっぱりお金が行くようになって、もともと国分早戸っていうのはお金がある町だったんですけども、さらにそこにお金が行くようになって、また霧島市っていうのは鹿児島空港があるので、空港がある分お金も入ってくるんですけど、そのお金も全部中心部の方に流れてしまって他の町に行き渡らないっていうのが現状としてあったので、一度7つそれぞれもう一回戻して考えてみようという、頑張ってみようっていう政策を、応援しようっていう政策を作ってみました。ありがとうございます。それではお時間となりましたので、こちらの質問は終了とさせていただきます。質疑応答のルールなのですが、1人につき質問は1つ、時間は2分間となります。出場学生の回答に対しての再質問も可能です。それでは出場者の皆様の中で他にご質問のある方はいらっしゃらないでしょうか。大丈夫でしょうか。はい、それでは続きまして観覧者の皆様よりご質問を受け付けしたいと思います。ご質問のある方いらっしゃいますでしょうか。どなたかいらっしゃらないでしょうか。それでは中央の緑の T シャツの方お願いいたします。山田県から来ました、A と言います。発
日本ありがとうございました。質問なんですけども、自分のやりたいこと、例えば観光業だったり農業だったりそういうのもあるので、やっぱりそういうところでその子が働けるような環境を作りするのも今回の政策のプランとして挙げているので、最初に述べたセブンコンテナの中にそれを含めているので大丈夫だと思います。また子どもがもしその他のところに県外に行きたいっていった場合の補助金の減額付きの返還っていう形にはしているんですけども、ちょっと給付した補助金より少ない額での返還となっているので、そこの部分も負担にはならないように考慮してあります。以上です。再質問の方は大丈夫でしょうか。はい、ありがとうございます。それでは他にご質問のある方はいらっしゃらないでしょうか。それでは黒のご洋服の方お願いいたします。今日ありがとうございました。宮内と申します。そうなんですけれども、歳出のところでどこが財源なのかがよくプランシートの方で分からなかったんですけれども、財源の方はどこになっているのか詳しく教えていただいてもよろしいですか。はい、プランシートの方なんですけれども、財源は細かいところの変更点っていうところに書いてあると思うんですけども、都市計画費だったり、児童福祉費などにを削った分をそちらの方、紙攻め政策の歳費で使える金額として当てています。以上です。再質問どうぞ。はい、そう書いてあるんですけれども、こちらの詳しい内容について教えていただきたくて、例えば児童福祉費を削ってしまった場合何か問題点は出ないのかなとかっていうところが非常に気になったんですね、というすみません趣旨があれだったんですけれども、何かあれば教えていただきたいです。はい、ありがとうございます。主に児童福祉費はもともと当てられていたのが、その児童福祉だったり補助金、子育て支援とかの補助金の方に当てられていたので、そちらを丸々移動させて組み直したものなので、問題点など支障が出ないように考慮して組んであります。以上です。はい、じゃあもう、はい、以上で、あ、以上です。すいません、はい、時間となるので終了とさせていただきます。それではお時間の関係上、こちらで質疑応答の方を終了とさせていただきます。チーム宝島の皆様、発表ありがとうございました。続きましてチームモリモリの発表となります。チームモリモリの皆さん、発表の準備をお願いいたします。
それではこれよりチームモリモリの発表に移らせていただきます。チームモリモリの皆さん、発表よろしくお願いいたします。こんにちは、モリ足を盛り上げていくチームモリモリです。よろしくお願いします。あなたの周りに面白い大人はいますか？みな世間の目を気にして枠にとらわれた発想、枠にとらわれた行動ばかりしていませんか？子供の頃を思い出してください。僕にはどんなことでもできる、次はこんなことに挑戦しよう、夢が無限に広がっていました。しかしその目指しさは大人になるにつれ薄れていきます。大人には全ての行動に責任がつきまとう。信用を失えば取り返しはつかない。現実問題不可能なことが増えていきます。その結果、子どもの頃の柔軟な発想力、行動力が押し殺されていくのです。そうして現在、多くの大人が考えることをやめています。斬新なアイデアを若者たちに期待して自ら傍観者として批判する。子どもらしさ、若者らしさを私たちに押し付ける。あなたはそんな大人になりたいですか？そこで私たちは大人帝国モリア、子どもに帰れる街を提案します。大人になり忘れていた子どもの頃の想像力と挑戦心を取り戻し、面白い大人になれる、そんな街です。大人帝国は3つのコンセプトから成り立っています。大人同士の子供の頃のような交流、大人の挑戦の応援、大人の解放、この三本柱です。30年後の日本では在宅で仕事もできるテレワークの普及により、東京に通って仕事をする必要がない人が増えると予想されています。これにより日中家から出ない人が増えるでしょう。そこで森橋は大人同士の交流の中で彼らが仕事をする場を提案します。遊び心のあるプロジェクトの実行、利害関係のない同級生との付き合い、こうした交流が想像を生みます。大人の学校には在宅勤務者が来たくなるような設備が整っています。また皆が対等に話し合えるような環境が整備されています。それはまるで17世紀イギリスにおける知識人同士の職場、コーヒーハウスのような役割を果たします。業種を超えた自由な雑談が不意にアイデアと衝突する。思いもよらないところにアイデアの鍵を見つけやすくなるのです。こうして生まれた斬新なアイデアはビジネスの発展にもつながります。かつてコーヒーハウスが文学、科学の進歩、保険業の成り立ちなどを通じて社会に変革を起こしたよう、機械化した未来において人間にしかできないこと、それは創造です。大人の学校において取り戻した想像力は未来を生き抜く上で必要不可欠なものです。そうは言っても考えることと実行することはまた別です。大人になるとお金や周りへの影響を考えて失敗を恐れるようになります。大人は挑戦から目を背けるのです。そこで私たちは大人たちの挑戦を応援します。応援の対象となる挑戦は企業、実験、研究などです。条件を満たした案件に対して市が金銭的補助や人員の募集、場所の提供などを行います。また実際に行動した大人たちの挑戦を評価します。評価されることによって成功は自信や付加価値を生みます。失敗もまた他人からのアドバイスにより再挑戦につなげることができます。これらにより大人たちはまるで子供の頃のようにためらうことなく挑戦できるようになります。創造と挑戦は社会に変革を起こします。そうは言っても大人である以上責任はつきまとう。信用を失うリスクを考えたら枠の中にいる方がずっと楽で安全だ、そう反論する人もいるでしょう。確かに大人は自分の行動に責任を持つ必要があります。言い換えれば自分で自分の信用を守る必要があります。
それに対して子どもの行動の責任は保護者にあります。ここが子どもと大人の決定的な違いです。保護者のもとで子どもは無邪気になれるのです。そこで私たちは大人免許制度を導入します。これにより大人たちを大人であることゆえのしがらみから解放します。大人免許は常識を備えた信用に値する大人に市が発行する免許です。評価基準はマナー、政治、ネットリテラシーなど。取得した大人たちの行動に対しては守谷市が責任を持ちます。保護者の存在ゆえに子どもが無邪気に遊べるように、大人免許の存在が大人を無邪気にします。ここである A さんの例を紹介します。 A さんは幼い頃から宇宙飛行士になりたいという夢を抱いてきました。しかし先生からはどうせ無理だと否定され、その夢を口に出すことをやめました。壮大な夢ばかりいつまでも追い続けていると世間から白い目で見られます。大人になって守るものが増えた A さんは現実的な就職の道を選びました。夢を追いかけることをやめたのです。大人になるとどうせ無理が増えていきます。才能のない自分には無理だ、いい加減現実を見ないと周りに迷惑をかける、そのような言葉、そのような思考がつまらない大人へと導いていくのです。ここでもし大人免許が待ったら、大人免許を取得した自分は社会に認められた人間なのだという自信がつきます。また壮大な夢ばかり追い続けていても社会から排除されることはなく、むしろ尊重されます。これにより無邪気さを取り戻すことができるのです。無邪気さを取り戻すことで想像力、挑戦心を思うままに発揮することが可能となります。大人免許制度は大人の学校、大人応援制度を強化する役割を果たすのです。以上が大人帝国を作るための政策の三本柱です。詳細はプランシートをご覧ください。次に予算に移ります。今回実施する政策費は次の通りです。大人の学校は同規模の私立図書館の建設費をもとに算出し23億円、大人応援制度は大学教員の研究費、企業費用平均をもとに算出し5000万円、大人免許制度は受験者数、人件費等を仮定し100万円としました。10年後の歳入です。現在との変更点は大きく4点あります。これにより14億2000万増加する見込みです。10年後の歳出です。現在との変更点は大きく4点あります。民生費、教育費、農林水産業費を9億3000万削減しました。これらの歳入増加と歳出削減により今回実施する政策費23億5100万円を捻出しました。以上です。再度問います。あなたの周りに面白い大人はいますか？みな世間の目にとらわれてありきたりで代わりの利く存在となっていませんか？あなたはそんな大人になりたいですか？潜在能力を押し殺されたままただの社会の歯車として生き続ける、そんなもったいないことがあっていいのでしょうか？守谷市では大人の学校、大人応援制度、大人の免許制度により子供の頃のように本来の力を発揮するきっかけを提供します。ここで取り戻した創造と挑戦は未来においても普遍的に重要視され、欠かすことのできない人生のエッセンスとなるでしょう。面白い大人になりたいあなた、大人帝国ではあなたの理想の姿を叶えます。守谷市で社会に変革を起こしてみませんか？これで発表を終わりにします。ありがとうございました。市民本会議の皆さん、発表ありがとうございました。それではこれより質疑応答に移ります。まずはじめに参加者の皆様の中で質問のある方は挙手をお願いいたします。発表お疲れ様でした。発表お疲れ様でした。チームモグラの北田と申します。
これは2027年10年後の政策だと思うんですけど、これは今できますよね。別に今だからできなくて、だから10年後するっていうものじゃないと思うんですけど、なぜその今じゃなくて10年後にするのか、なぜ今じゃダメなのか、それを教えていただきたいです。質問ありがとうございます。回答させていただきたいんですけども、今回は中心となっている大人の学校についてなんですけども、どうしてこの大人の学校とか全ての政策を10年後から実施するかといいますと、話の中でも述べたんですけども、このテレワークが普及するのがまだそこまでテレワーク今の現在では普及していない。しかし10年後やさらに東京オリンピックを超えた10年後以降であれば、徐々にテレワークが普及していくというデータがあるので、今現在実施しても大人の学校には人が集まらないんだろう。しかし10年後から実施するしていくことによってたくさんの人が来てもらえる、それがさらにイノベーションできるという考えから、10年後から今回の政策をやろうと考えました。以上です。再質問大丈夫でしょうか。はい、ありがとうございます。それでは他に参加者の皆様の中でご質問のある方はいらっしゃらないでしょうか。それではどうぞ。すみません、失礼いたしました。1チーム1名までとなるのですいません、申し訳ございません。チームブリランテの皆様は大丈夫でしょうか。はい、それでは続きまして観覧者の皆様による質疑応答に移ります。観覧者の皆様の中でご質問のある方はいらっしゃらないでしょうか。それでは前から4列目の方お願いいたします。発表ありがとうございます。福島から来ました星と言います。誰を幸せにしますかというところで、向上心のある青少年世代ということなんですけども、大人免許のところで、一般教養を試験科目にしてますよね。一般教養と、あと信用なんですけども、仮に信用を失ってしまった、あとは一般教養に落ちてしまった人の中でも、もちろん向上心のある世代とかはいっぱいいると思うんですけど、そういう人って、お幸せすることはできるのでしょうか。お願いします。はい、ご質問ありがとうございます。まず私たちが作ろうとしている大人帝国の姿でいうと、対象とするのは向上心のある青少年世代です。ただこの大人免許に限っていうと、この大人免許の最終的な目的は、全ての大人たちが冷たい目で見られない、信用を失うことを恐れずに無邪気に行動できる社会を作ることなんですが、そのための一つの手段として大人免許を使います。なので大人免許を、すいません、質問をもう一度お願いしていいですか。はい、一般教養やあと信用ということが書いてあるんですけど、はい、信用を保証する意味ということですか。はい、信用を仮に一回失ってしまった人は持つことができないということになりますよ。はい、それは持つことができないというのではなく、信用を失ってしまった場合は減点式で一度剥奪となります。はい、しかしもう一度試験を受け直して再び得ることができます。なので失うということにはなりません。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。他にご質問のある方、はい、ありがとうございます。はい、それでは一番右側にいらっしゃいます黒い T シャツの方、お願いいたします。発表ありがとうございます。すごい面白い発想だなと思って、面白かったです。大人免許をちょっと見て、すごいいいと思うんですけど、大人免許は常識とかそういうことを書く、学ぶじゃないですか。ということは固定概念っていうか、そういうすごい常識的なことにとらわれやすくなるっていうか、常識そのものじゃないですか、そういうことっていうのは。だから新しい発想とかっていうのは生まれにくくなっちゃうんじゃないかなっていう、逆に。大人免許で常識にとらわれることによって、その逆に子供のような無邪気な発想っていうのは、その常識にとらわれてない自由な発想から生まれると思うんですけど、そ
続いてからどう思いますか。はい、ご質問ありがとうございます。この大人免許で言っている常識というのは、周りから信用されるための最低限のモラルですとかマナーですとか、そういった社会に出るための最低限必要なものであって、思考を枠の中に狭めてしまうという意味での常識ではありません。周りの信用を保障されて初めて大人たちは無邪気な発想ができると思うので、まず最低限のそれを保障した後に、それから人との交流、大人の学校ですとか大人の応援制度で、その後の斬新な発想や挑戦を促すような仕組みを作っています。あ、はい、ありがとうございました。以上です。ありがとうございます。それでは最後にあと1名質問を受け付けたいと思います。質問のある方、挙手をお願いいたします。それではこちらの列の一番後ろの黒いジャケットの方、お願いいたします。丹羽大統領さん、ありがとうございました。この住みたいの歳入が市民税をだいぶ780世帯とかして、それに対して、教育費、これ特に低い、ね、一定も多く削るっていうふうにしてますけど、仮にこれ未来に対しては、ね、大人が自分たちの心の余裕を持つがゆえにニート化していった場合に、産業が発生しなかった場合に、市民税が払えなかった場合は、どういった対応を考えてますか。何か基幹産業とか設けるとか対応を考えてますか。質問ありがとうございます。まず先ほども述べたんですけども、この政策を実施する幸せの対象だったり、この政策を誰に受けているかというところから話させていただきたいんですけども、それで向上心を持っている大人たちを対象にして我々は政策を作っているので、今言っていただいたみたいに、それがゆえに大人たちが堕落してとか大人たちが働くなるということは想定していないです。それよりもやっぱ向上心のある者たちを集めてくることによって、さらに市全体としての所得であったりとか、そういったものを上げていきたいと思います。以上です。ありがとうございました。時間の関係上、以上で質疑応答を終了とさせていただきます。チームモリモリの皆さん、発表ありがとうございました。